皆さんこんにちは、プロレスアカデミーの吉村です。今日はですね、内職の話ですね。あんまり声を大にして内職進めると良くはないと思うんですけど、受験する人やったら実際やったことないって人の方がまあ少数やと思うので、それやったら正しいやり方でやって成績上げてほしいなということでお話ししていきたいと思います。でもタイトルにある通り、意識高い系の内職が横行してると思うんです。学校の授業聞いても無駄やからとか、 YouTuber が授業意味ないって言ってたからとか、なんかよくわからない根拠で授業を古蒸ししてる人が多いと思うんで、そこに警鐘を鳴らす意味も含めてこの動画撮ってます。内職することがある人に質問なんですけど、なんで内職やってるんですか？理由って何ですか？本当にいろんな理由があると思うんですけど、元をたどると時間がないから、このままやと間に合わないからとか、そんなとこですよね。勉強に本気になり始めると1分1秒でも惜しくなって、ゆっくり進む授業にじれったい気持ちになって、受験に関係ない話はどんどん過ぎ落としたくなって、じゃあ授業中に自分の勉強をしようってなるんですよね。つまるところ、授業を受けて家で勉強するだけやったら、やることが終わらなくて成績の伸びが間に合わない。だから大前提、家ではサボってたり、他に勉強に費やす時間がまだある状態で内職に手を出すのは言語道断です。授業っていうのはリアルタイムで臨場感あふれるその場で頭を働かせることができる貴重な機会なんで、まだ自習できる余力が残ってる上で行うのはお勧めできません。この大前提は守ってもらった上で、それでもそのやり方あかんよっていう間違えた内職3つと、その改善策をお話ししていきたいと思います。それでは行きましょう。意識高い系受験生がよくやる間違えた内職の一つ目は、数学の授業中での内職です。ダメなやり方っていうのは、授業で進んでる単元と違う単元や、または他の科目の演習をすることです。学校の進度が遅いからとか、聞いてもよくわかんないからとか、他には授業だと身につかないからとか、いろいろあると思うんですけど、これどれももったいない時間の使い方してるんですね。数学はよく予習より復習の方が大事とか言われるんですけど、多くの人はこの意味を履き違えてます。授業で予習、自宅で復習みたいに考えてませんか？これ違います。事前に予習、授業で復習です。高校数学って普通に難しいですから、授業中だけで理解しようと思っても間に合わないことが多いです。置いてかれます。で、家で練習問題を解こうと思っても、理解するところからやり直さないといけないんで、結局ここで時間かかって挫折するんですよね。だから授業範囲っていうのは、学校で習う前に家でやっとくんです。教科書とか応用問題集とか使って自分で読んで理解して、 A 問題 B 問題を解けるようにしときます。それが難しいって人は、初めから始めるシリーズとか簡単なやつで大丈夫です。とにかく8割方頭に入れた状況で授業に臨む。これで定着率爆上がりです。分かりやすいようにステップ立てて伝えますね。ステップ1、教科書参考書応用問題集でその単元を予習で、練習問題や A 問題 B 問題を8割方解けるようにする。ステップ2、授業を受けて予習段階で理解が曖昧なところだけ注力して聞く。ステップ3、問題を解く時間はみんなと同じように解く。これもいいアウトプットの機会になります。ステップ4、それ以外のもうそこ分かってるよっていうところは、別の参考書で入試基礎標準レベルの問題を解く。この4つのステップで予習内職をすることで、授業を受け終えた段階でかなりの実力が身についてます。そしてこれを繰り返すことで、授業に置いてかれることがなくなって、授業に追われるんじゃなくて、授業を追いかける立場になることができます。続いて、意識高い系受験生がよくやる間違えた内職の2つ目は、英語での内職です。ダメなやり方は、教科書の文章をちんたら読み込んでも意味がないと思って、英込みの授業を内職に回すやり方です。現代文とかもそうですけど、文法やライティングじゃない授業って、教科書の読解に沿って進みますよね。で、それを無駄やと感じてる人も多いですよね。確かに自分で英語長文の問題集やって、解説読んで復習して、っていう時間と比べると効率は悪くなると思います。でも、授業でしか学べないことも多いと思います。読解に関するコツとか、その先生が独自で持ってる分かりやすい覚え方とか、何よりライブ感があるからこそ記憶に定着しやすい、忘れにくいってこと多いんですね。だから全部を無視して自分のことやっちゃうっていうのはあまりにももったいない。参考書で学べることは決まってますけど、授業のその場やからこそ学べることもあると思います。英語もさっきの数学と同じく、授業を自分で学んだことの復習の場にすることが大切なんです。あ、これなんちゃらの参考書で学んだ構文が載ってるなとか、先週覚えた単語出てきたとか、自習で学んだ知識を使う場所にすることで定着率は大幅にアップします。それプラス学校の先生が独自で教えてくれる知識を習得することで、プラスアルファの学習効果が見込めます。この時大事なのが、単語と文法は独学でさっさと仕上げておくことです。覚えるしかない、身につけるしかないっていう知識を授業でダラダラ習得するのには反対です。だから文法の授業とかは自分でどんどん先取り学習をして、遅くとも1年の終わりには習得しとくことをお勧めします。いや、むしろ1年の12月までには基本事項を習得しときたいですね。単語も学校の単語テストよりどんどん早いスピードで習得しちゃいましょう。授業でしか得られないものを最大限やるためには、文法力、語彙力っていうのは誰よりも進んでないといけません。ここができてないと、数学と同じように授業に置いてかれちゃうんですね。ここでちょっとそもそもの話に戻るんですけど、学校の授業でさえ活用できてないのに、授業を受ける塾に通ってる人は根本から
ら見直した方がいいですよ。授業に本当についていけなくて個別指導に通ってるんですとかやったらいいんですけど、学校の授業も完全に理解できてないのに塾でその先の進んだ授業を受けてても後から絶対後悔します。まずは予習、内職、復習、ここをうまく組み合わせて学校の授業をフル活用しましょう。では最後、意識高い系受験生がよくやる内職の3つ目は社会の授業での内職です。ダメなやり方は、社会は後で覚えればいいやと言って他の科目の内職をするやり方です。後でやろうってほんまにやらないですからね。確かに共通テストの社会とか私立の選択式だけの社会とかは受験生最後の最後は結局間に合わせてきます。でもそれって入試前に結構社会の時間取られるってことなんですね。あと社会科目に関して勘違いしてる高校生の人が多いんで言っとくと、中学までの社会と違って高校社会は丸暗記だけじゃどうにもなりません。もちろん暗記は必須なんです。覚えないといけないんです。でもこの覚えるの認識を間違えてることが多い。用語をそのまま1対1対応で丸暗記する、覚えるじゃなくて、背景知識や流れと合わせて新しい知識を得るっていう意味での覚える、これをしないといけません。このためには一問一答とか教科書をただ覚えるだけの暗記じゃダメなんです。本だけじゃなくて授業、動画、友達との会話、いろんな刺激を活用して忘れない知識にしないといけないんです。だからこそ自分が入試で使う社会科目の授業は記憶定着のチャンスと捉えましょう。用語の丸暗記になってる今の状態、知識が点在してる今の状態からつながった知識へと消化させるための時間として使いましょう。具体的にはこんな感じ。まず次の授業範囲の概要を教科書、講義系参考書、動画教材などでインプットする。続いて重要用語は赤シート等を使って覚えておく。そして授業を聞くときに先生の話を先回りして頭の中でセルフ授業をする。最後はその日の寝る前に授業で学んだ用語や流れをノーヒントで思い出してアウトプットする。こうすることで忘れにくく使いやすい知識にすることができます。もちろん入試に使わない社会科目の内職に関しては全然お任せしますけどね。ということで今日は内職についてお話をしました。数学、英語、社会について話しましたんで、どれか一つでも当てはまった人はぜひ次の授業から活かしてみてください。あとね、こういった学校の授業の使い方に関するお悩みもポラリスにはよく寄せられるんですけど、もっと具体的に悩み相談したいって人は無料の受験相談活用してみてください。概要欄にホームページと LINE のリンクが貼ってるんで、そのどっちかからご連絡いただけたらうちのプロ講師が1対1で受験相談します。毎日の勉強の悩みがねすっきり解消されると思いますんで、1回試してみてください。また校舎では僕の受験相談イベントも開催してるんで、そっちも概要欄の方をチェックしてみてくださいね。大阪の天王寺と埼玉の大宮です。それでは次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただいてありがとうございました。さよなら。